インドの山岳鉄道群は現在も運行する3つの路線から成り立っています。1999年に最初に世界遺産に登録されたダージリンヒマラヤ鉄道、2005年に追加登録されたニルギリ鉄道、2008年に拡大登録されたカールカシムラー鉄道、1881年開通のダージリンヒマラヤ鉄道はアジア初の山岳鉄道で、紅茶葉の輸送のために建設されました。レール幅が狭く、機関車や車両も小型のため、トイトレインという愛称で親しまれています。山岳鉄道の技術は独立後のインドの鉄道事業を大きく発展させました。